それでダビング実行ってやれば、はい、これでダビングするですから。おこれがレックボックスです。はい、テレビ録画ができる SSD になります。 SSD なの？プレゼントありがとうございます。テクザチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。声優の小岩小鳥です。そしてテクザブランド統括マネージャー本村でございます。こんにちは、こんにちは。小鳥さんね、はい、俺よく聞かれるのよ、はいはい、テレビを、うん、レクザをね、はいはい、まあ10年ぐらい使って、うん、買い替えてやるっていう、ね、買い替えてやる、うんうん、ありがたいですね。あ、サンキューサンキュー、ありがとうねって友達に言うんだけど、はい、うん、はい、前の録画したテレビ番組移動していいんだけどどうすればいいみたいな。あ、なるほど。レグザ自体に録画しちゃったやつってことですかね、うんうん、今使ってるレグザに残してる番組は消したくないから新しいレグザでも見たいんだよねって、はいはい、ちょいちょい聞かれる。いや、めっちゃ思います、うん、私も自分が出演したアニメとか、うん、やっぱりこう CM の部分とかも大事な思い出なんで撮っときたいんですよ。撮っときたいよね。撮っときたいんですけど、うん、それってね、うん、できるのかなって思ったりしますよね、実はですね、うん、レグザに録画したものってハードディスク、外付けのハードディスクに録画するんだけど、はい、うん、はい、じゃあそのハードディスクそのまま取っ替えて新しいレグザつなげばいいじゃんと思う人いるけど、はいはい、再生できないんですよ。あ、そうなんですか、うん、強力な暗号化技術が入っていて、はいはい、録画したレグザでしか再生ができないような仕組みになってる。あ、なるほど、著作権保護。その通り。あ、なるほど、はい、そっか。じゃあでも今推し活とかでいっぱい取りだめてる人もいると思うし、うんうん、これは、うん、本村さんどうしてるんですか。一番簡単な方法は、はい、えいって言って消してしまったら諦める。ちょっと待ってください。そんな、やめてください。そんな、あ、3日すれば消したこと忘れるから。いや、そんな、そんな、みんなが本村さんじゃないんですよ。みんな思い出を大事にしてますから。ね、はい、できます、できます、できます。できる。このレコーダーがあればいいの。これ、ここレグザブルーレイがあれば、はい、これが古いレグザだとしますよね、はい、これまで使ってたレグザのに、うん、録画してる番組をレグザブルーレイの方にムーブして移動して、はいはいはい、あのダビングしてこっちで再生すれば、はいはいはい、新しいレグザになっても再生できますね。あ、あ、それはじゃあ助かりますね、うん、でレグザブルーレイだとディスクにも焼けますんで、はいはい、まあ、ずっと残したいって時はブルーレイディスクにね保存するっていう手もありますんで、はいはいはい、あ、ありがたい。これやればいいだけで、そんな難しくないんですよ。あ、そうなんですね。やりましょう、はい、やりましょう、やりましょう。まずですね、おまじないが若干いる、はい、そんなに難しくない、うん、レグザをネットワークにつないでください。 Wi-Fi 設定でも有線でもいいんだけど、うんうんうん、まあまあ普通 YouTube 見てる人はもう以上終わりってことだよね。設定終わり、そうですよね、うん、で、ネットワークにつなぎます、はい、でレコーダーもネットワークにつなぎます、はい、家庭内ルーターの下ね、うん、で同じルーターの下につくとこういう仲間になれるんで、はいはいはい、それで、LAN を使って、はい、ネットワーク使ってムーブしますと、こういう仕組みですね。あ、もうそれで済んだんですね。それでおしまいなの。だからハードウェアの設定って別にないんだけど、はい、実はレコーダーの方ちょっとだけおまじないしていただいて、これはレコーダーの画面なんですけど、はい、スタートメニューをしてもらって、はい、設定、はい、ここだけ確認してほしい。これレコーダーのメニューね、うん、はい、で本体設定の、うん、ネットワークサービス設定、うん、ここ行って、これレコーダーの画面を見てますよ。外部連携設定、はい、ここね、レコーダーので、ここに、あ、だだ、レグザリンク設定ってあるんですね。でレグザリンクダビングっていう機能を使ってやりますので、はい、このレグザリンクの連携、レグザリンクダビングを受け付けますかっていうのを、これ利用するにしてください。はいはいはい、これね、デフォルトになってしないになってるの。あ、そうなんですね、うん、ははは。でこれを利用するってしていただければ以上終わり、うんうんうん、でこれでおしまい。これをやればあとは簡単で、テレビで録画リスト出すじゃないですか、はい、テレビに変えます、はいはいはい、これはテレビの画面ね、はい、でテレビの録画リストボタンを押して、はい、メニューが出ますんで、あら、懐かしいの、これアマちゃん、これを、レコーダーに移動したいというかダビングしたいと思ったら、はいはい、ここで黄色でダビングボタンだから黄色ボタンを押して、おこの3つ持っていきたいと思ったら、はい、これでダビング実行ってやれば、はい、これでダビングするですから、おはい、ダビング始めましたと、準備中です。簡単でしょ。これもダビング開始中、ダビング今一生懸命こっちからこっちに持ってきてる、はいはい、で
一個ポイントがあって、はい、ここさ999とか9とか書いてあるでしょ、はい、これ何かっていうと9回持っていけますよっていう。なるほど、回数制限があるんですね。そうダビング10っていう運用を地上波の場合にはされてるので、はいはい、1個ずつ減っていくんで、はいはいはい、全部持っていきたかったらすいません9回やってくださいってことなんだけ ど、まあ1本2本持っていけばもういいよってことであれば、うんうん、こっちにも残ってるこっちにも残ってるってことになります、うんうん、はいはい、で有料チャンネルのコンテンツとかでは1回しかダビ1って言うんだけど、うん、あの1回こっちからこっちにもなくなった持っていったらこっちは消えてしまうみたいなダビ1運用っていう番組もあるんで、その辺はその録画した番組によって決まります。うん、簡単でしょ。簡単ですね、うんうん、すぐ手軽にできちゃいましたね。で、うん、対象レグザは、はい、取扱説明書にレグザリンクダビング対応って書いてあるレグザだったら大丈夫。なるほど、それがないレグザも一部あるってことですね。あ、なるほど、ね、Android 系のレグザがちょっとできないんですよね。あ、そうなんですね、うん、それ以外のレグザ基本10年ぐらい前のモデルからできるはずなので、うんうん、ちょっと不安な方はぜひ取説ひっくり返してもらって、うんうんうん、あのレグザリビングダビング対応って書いてあるかどうかチェックしていただければ、はい、嬉しいございます。ください、はい、でね、うん、実は、はい、もう一個あるのやり方が。何ですか、これ以外にも方法があるんですか。うん、IO データ機器さんが販売しているレッグボックスとかあるらしい、はいはいはい、でそれはね噂には聞いてる、はい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 、でそれにも同じ今言ったのと同じようなやり方で、うん、こうムーブができちゃうんでレッグボックスに貯めるっていう手もありますというのはちょいちょい聞くんだけど、見たことも触ったこともない。ちょっとこれ詳しく知りたい、どっか詳しい人いないんですかね。ということで、はい、昨日電話して、はい、遊びに来てくださいって言って、なんとそんな呼びました。こんにちは、渋谷さん、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。素晴らしいね、電話一本で来てくれる。わー、ありがとうございます。本物持って。おー、なんか素敵な品も。ちっちゃいね、これ。お、意外とちっちゃいですか。うん、レッグボックスです。これがレッグボックス。これがレッグボックスです。はい。でこれは何者なんですか。これがですね、うん、ネットワークでつながるハードディスクになります。うん、ネットワークでつながるハードディスク、家庭内の Wi-Fi の中に置いてください。置いてくださいということで、はい、うん、はい、今お使いになっているのが多分、うんうん、テレビの裏でケーブルでつながる、うん、ハードディスクをお使いの方多いと思うんですけど、そのケーブルじゃなくってネットワーク版って思っていただけたら分かりやすいかもしれません。なるほど、繋いでみましょうよ。はい、ぜひ繋いでみます。やってみるぞ。改めまして、 IO データのアイドルである渋谷さんに接続の旨を教えていただきましょう。今日ね、仕事が楽しい。声優界のアイドルとね、IO データ機器さんのアイドルに囲まれて仕事ができる私は今日幸せですね。はい、喋っていいですか。はい。違います。あれ違うんですか。違うの。一般社員。あ、一般社員。まあ、ということでこれ今レッグボックスがつながれている状態なんですけど、後ろで電源のコンセントつながってます。はい、あとは、はい、今有線の LAN でつないでるね。あ、そうです。あとルーターと有線の LAN ケーブルで、有線の LAN でつないでください、うん、はい、なんですけど、はい、あのケーブルが添付されているので、そういうことね、はい、同梱されてるのね、はい、じゃあルーターとくっつければいい。くっつければ OK です。はい、はいはい、これで接続終わり。接続終わりです。簡単簡単簡単で、レグザからこいつが覗けるかどうか重要だね。そうですね、うん、でレグザはどうすればいいの。録画リストボタンを押していただいて、うんうんうん、そうするとこういう録画した番組がって出てくると思うんですけど、この選択中の機器っていうところにカーソルを合わせていただいて、こう選択していただきます。すると今後ろにつながっているハードディスクが表示されて、あとは、はい、でネットワークでつながっているのが、そうかそうか、レコーダーもつながってるし、これがレッグボックスだ。そうです、覗けてるレッグボックスって入ってきます。なので、でここに選択していただいて、ここに映ればいい。そうです。で、これが今レッグボックスの中身になります。レッグボックスが今覗けてるわけだ。はい、レッグボックスの中のホルダーが今見えてる状態になります。で、録画番組行ってみると、レッグボックスに移動したものがざーっと、じゃあここで見るときは見ればいいんだ。これ、ね、そうです。で、再生ができます。なるほどなるほどなるほど。もうこれ押したら再生が始まるってことですか。始まります。で、あの買い替えのタイミングで、うん、じゃあハードディスクからレッグボックスに移動したいよっていう時は、さっきのあの録画リストのところで、ダビング作業が必要になるんですけど、さっきのレコーダーと同じね。一緒です。なるほどなるほど。同じ作業をしていただくと、レッグボックスに次は入って、なるほど。で、今のちょっと一個やってみようよ。やってみますか。ミステリーセレクション
ゃあこちらを黄色でダビング、うん、ダビングね黄色でね、はい、でここでダビング先が選べます。2つに触れたからどっちにダビングするのってこれはレックボックスにダビングしますね、はい、今じゃあレックボックスにダビングしますと、はい、決定決定でダビング実行か、ダビング実行、ダビングします、うん、はい、以上、お以上、これでレグザのこのミステリーセレクションって録画してあるやつが、うん、ダビング中って出てる、ダビング、はい、でレッグボックスの方に今ダビングされてる、今ダビングされてます。おー、簡単、小鳥さんこれ簡単だね、助かりますね、うんうん、これはめちゃくちゃ簡単ですね、はい、ちなみに、はい、今レグザからレッグボックスに持っていったんですけど、はい、他社さんのテレビからもレッグボックスに持っていけるテレビあるんですよね。はい、もちろんです、うん、レグザ以外のほとんどのメーカーさんのテレビからレッグボックスダビングできるので、うん、はい、今お使いのテレビがレグザさん以外でも安心してお使いいただけます。なるほど、技術用語で言うとちょっと DNLA っていう企画は名称はなくなったんだけど、はい、まあ、言ってしまえば DNLA のサーバー機能に対応したテレビだったら動かせるってことですよね、うん、はい、そうです、うん、なるほどなるほど、いやこれは助かりますね、うん、新しいレグザにしても安心だね、うん、ありがたいですね、はい、実はですね、はい、レッグボックスの他にもう一個新しいものを持ってきまして、何を、はい、ちょっと紹介してもいいですか、うんうん、じゃじゃん、何それ、USB モデル、こちらですね、うん、SSD なんですけれども、うん、テレビ録画ができる SSD になります。 SSD なのこれ、 SSD です。お、はい、すごいちっちゃい、今、ね、あの、はい、これ録画できるようなの、これ録画できるようなんです。容量は？容量は、うん、500ギガと1テラと2テラご用意しております。うん、そんな容量があるんですね。これを通常録画の端子にペコって挿せば、そうです。あの 3.51 のハードディスクみたいに電源挿したり、うん、ガリガリ音がしたりすることもなく、なくです。録画ができてしまう。そうです。ハードディスクをお使いの方は、おそらくテレビとケーブルでつないで、うん、あとは電源にもつないで、うん、ケーブル2本構成でちょっとやってると思うんですけど、うんうんうん、これはもう挿すだけ。いいね、これ便利ね、はい、これ挿せばいいだけ。そうです。これね、質問があります。はい、通常録画は OK だけど、うん、タイムシフトマシン用の録画には、そうですね、実はタイムシフトマシン、この子はまだ非対応なんですけれども、今鋭意開発中です。なるほどなるほど、ということでやったもうちょっと待って、タイムシフトマシン用の SSD もできちゃうかもしれないってことね、うん、交互期待でお願いします。これね、ちょっと技術的に解説をすると、はい、SSD っていうね、ソリッドステートドライブって言って、はい、あの、まあ、電気的に書き込むんだよね、うん、ただ回数の制限があって、はい、書いたり消したり書いたり消したりずっとやり続けるといつか寿命っていうのが来てしまうんですよ。なるほど。で 3.5 インチとか 2.5 インチのハードディスクに比べて、うん、若干回数が少ないと言われていて、うん、通常録画だったら普通は問題ないんだけど、うん、タイムストマシンってほらずっと書いてずっと消してるんで、はい、まあ、最初刺せば繋がるかもしれないけど、はい、そんなに長い時間かからずに寿命が来てしまう可能性があるかもね。そうですね、うん、なんでそれがないように今ちょっと開発陣が頑張ってくださってるので、あやおさんの開発陣が頑張っていただければ、はい、その回数が長いやつができるとタイムスマシン用にも使えるようになる。あ、そうです、対応って言って胸張って言えるかなと。いや楽しみだねこれね思いますね、楽しみだね、はい、昨今テレビがすごい、ね、デザインも綺麗になってるから、うん、こうね、外部の機器 なしでいけたら、うん、それはもうね、デザイン的にはスッキリします。シンプルな一番が配線ぐちゃぐちゃ汚いもんね。あと最近あの壁寄せテレビとか壁掛けテレビとかも流行ってると思うんですけど、やっぱケーブル気になるじゃないですか。これだったらもう挿すだけで終わりなので、とってもおすすめです。完璧だね、さすがアイドルタクシさんのアイドルだけはあるね。いやいやいや、ところでさ、これレッグボックスいいよね、とってもこれいいよね、これいいよね。あの結構企業コラボさんの時ってね、はい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 、あの、はい、プレゼントがありますとか、はいはい、ね、まあ、やそう、ね、まあ、そうそうね、ツイッターで応募ですとか、いろんな企業さんさん、今日予備も含めて2台持ってきたんでしょ。はい、これこのまま置いといてもらって、ね、まあ、うちの高橋娘がプレゼントするいいと思うんだけどな。ちょっと視聴者の皆さんも期待してるから、これもあるじゃん、それも見つかっちゃったこれもいかがでしょう、これプレゼントですか。うん、わかりました。やったー、1台ずつ。やった、ありがとうございます。1台ですか。レグザチャンネル結構視聴者が多いんですよねなんか1台だとちょっと分かんない。1台1台ずつ1台ずつ。えっ、浜田さん、ちょっと1台ずつ。じゃあしょうがない3台ずつ、ね、やった3台ずつ
あのマイクで拾えてるかどうか分かんないけど、今上長は何とおっしゃってました？3台ずつで、プレゼントいたします。ありがとうございます。これ、うん、今回プレゼントキャンペーン用にですね、うん、レグザさんのロゴと愛用データのロゴを入れました。特別限定デザインモデルにしてご提供しようかなと思います。ありがとうございます。え、はい、レグザと愛用データって書いてあるの？あ、そうです。シルクがしてあるの？シルクします。素晴らしい、すごい、ありがとうございます。はい、限定3台の特別モデルになります。超激レアだ、はい、激レア。はい、ということでそんな素敵なプレゼントなんですけども、うん、応募方法は概要欄の方にございますのでぜひご確認ください。はい、では愛用データさんありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんどしどしご応募よろしくお願いします。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あのね、最近ね、はい、YouTube で共有ってボタンを押してね、はい、Twitter、はいはい、今 X って言うんだっけ、はいはいはい、そこにねピコってリンク貼ってもらうとちょっと嬉しいらしいよ。あ、そうなんですよ、うん、おすすめに乗りやすくなったりするんで、うん、ぜひ共有の方もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。アイオデータさん、ありがとう。ありがとうございました。応募してね。応募してね。